やってしまった。何を、肩太りしているのに案外簡単なものなのね。何が、外が暗くなってしまったわ。早く帰らなければまた夫に殴られてしまう。このままにしていいの？だから何が。とにかく外に出るわよ。あ、嘘でしょ、最悪だわ。お守りが破れて中身の折り鶴をどこかに落としてしまったみたい。あの折り鶴がなければ私は生きていけない。何としても探し出さなきゃ。何もかも思い通りにいかないわ。何の価値もない私の人生。生き地獄で死ぬまで生きて、死んでも地獄に落ちるのよ。やってられないわ。何を派手に突っ立ってるのかしら、この壺は。ああ、腹立たしい。こんなもの、こうよ。何を派手に突っ立ってるのかしら、この壺は。ああ、腹立たしい。こんなもの、こうよ。何を派手に突っ立ってるのかしら、この壺は。ああ、腹立たしい。こんなもの、こうよ。骨の形がわかるくらい痩せた顔、落ちくぼんだ目、ボサボサの髪。あの人はどんどんと変わり果てていった。幽霊画を見て思い出すなんて、ひどいわね。
しろ。もうとっくにくたばってるんじゃないかって思うんだ。君がくれた千羽鶴に玉の尾をつながれているみたい。苦しいよ。Look at me.